はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井二冠対豊島竜王の王位戦第3局の封じ手予想をやらせていただきたいと思います。先手が藤井二冠、後手が豊島竜王で角換わりの進行となりました。そして4一飛車、4九飛車と互いに4筋に飛車を対抗させていく形で、今65手目7九玉と藤井二冠が引いたところで封じ手になったわけですね。ここでは6四角が、藤井二冠の攻め駒を巧みに牽制しておりまして、さらに4九の飛車を封じ込めているということで、若干豊島竜王が指しやすい流れとなっております。ということで早速封じ予想をやらせていただきます。個人的に一番可能性が高いと考えているのが5四銀と上がる手になります。これが4一の飛車の利きを通しながら、この4六の歩の拠点を生かして、逆にこう先手が攻め込んできた4筋から逆襲して攻め潰そうという非常に厳しい一着となっております。仮に同銀なら同歩と取りまして、次の5八銀から4七歩成という手が非常に厳しくなっております。一例としてここから先手が6三銀と踏み込んでくるのが、後手にとって一番怖い展開だと思うんですが、金とか引くと、5四銀成で、これはちょっと嫌ですね。なのでまあ同金と取る手があります。で、5二角と打って飛車金両取りで一見うまくやったように見えるんですが、ここでは7二銀という受けの攻守があって、これなら少し後手がやれているという状況のようです。まあ、ちょっと6三銀から5二角が効かないというのが先手にとって痛手で、その分後手が指せているというわけですね。まあ、一例としてここから4一角成同玉に7一飛車と、まあ、王手銀香取りをかけていくという手があるんですが、6一銀打ちとがっちり打たれまして、が9一飛車成なら5八角と攻め合っていく手があります。で、仮にここから4八飛車とかわすと、そこで5七銀とかだったら5八飛車と差し違えることができるんですが、3六角成とじっくり馬を作られておきまして、次の5七銀や4七銀といった手が非常にこう手厚く抑え込む形になりまして、ちょっとこれは後手が有利ということですね。一例として4五香車と打っていく手が部分的に厳しいんですが、5二玉とかわされまして、4四歩と垂らしても3三桂馬とどんどん攻めを催促されて、仮に4三歩成なら取って取って取って、これは豊島竜王が最近得意としている入玉含みの戦いとなります。まあ叡王戦でも入玉含みの戦い非常に得意とされておりまして、それが結果的に叡王のダッシュにつながっておりました。また直近の竜王戦でも、羽生九段との竜王戦でも、入玉含みの戦いを制して勝ったと、そういう展開がありました。まあ、ということで、ちょっとこの、展開は3六角成からの展開は豊島竜王の、まあ、上部に逃げてくる入玉含みの展開がかなり先手にとって辛いということで、おそらくこの展開には藤井二冠しないと思われます。まあ、ということで遡って6三銀があんまり良くなかったということですね。じゃあ他に何か手があるのかっていう話なんですが、まあ、4四歩がおそらく先手から見て一番粘れる手になると思います。仮に同飛車と取ってしまいますと、1七角というのが狙いの一着で、以下4二飛車なら5一銀と打って飛車と金の両取りがかかりますし、かといって他の逃げ場所では6二の金が取られてしまうと。またここで5三銀と打って受けるんではさっきと全然違って、バッサリ4四角と切って同銀に、7一飛車と、これはちょっと先手もかなりやれそうな展開ですね。まあ、ということで4四歩に対して同飛車は1七角がちょっときつそうということで、ここでは6六歩と突くのがどうも良さそうです。で、まあ、同銀だと囲いが崩れてしまいますし、同歩と取るのは5八銀というのが好手ですね。で、4八飛車に対して、5七銀や4七銀打ちだったら手抜きして8三角と打つ手が非常に厳しく、まあ、これで次の7四角成が結構受けづらいので先手がやれてそうですかね。例えば4四飛車なら7四角成と取りまして次の角取りに当たっております。で、5三角と引けば4五銀とがっちり抑え込んでいきまして、4二飛車なら、まあ、すぐ攻めても良さそうですし、一回8八玉と貯めて、4八銀成なら同金と攻め駒を入手して、まあ5一銀狙ったり
4三歩狙ったり、あるいは5四銀と出る手を狙ったり、まあ、後手の指し手に合わせて臨機応変に対応を変えていけば、これはちょっと先手がやれそうな流れですね。ただこの4四歩に対しては6六歩と突くのが絶品の一着で、これなら若干後手が良さそうと、そういう流れになります。同銀は王様薄くなりますし、同歩と取るのも5八銀が先ほどと違ってかなり厳しくなります。例えば4八飛車なら、先ほどと違って6六歩同歩が効いているので5七銀じゃなく6七銀打ちといきなり先手の本丸に向かって攻めてくる手があるというわけですね。で例えばほっといて8三角だと7八銀なりから6七金打ちで、王様かわすと4七歩なりで飛車か金取られて7八金とか7八飛車とかで先手が負けになってしまいますので、まあ一回なんか6八銀打ちとか受けるしかないんですが、同銀なりとこっちの銀を取っておくのが好手ですね。で仮に同銀ならそこで4七銀打ちとねじ込んでいきます。で今度8三角だったら、今度は4八銀ならずというのが強烈な攻めになりまして、ほといて7四角なりだったら6九銀なりというのが絶妙手になります。これ無理やり王様を6筋方面に近づけて2九飛車と打とうということですね。で仮に同玉なら、2九飛車と打ちまして、で仮に5九銀打ちなら同銀なり同銀に、6三銀とそこで一回じっくり手を戻す展開が考えられます。で仮に8四馬だったら8一飛車で馬を狙ってしまうということですね。また、8三馬の場合は1九飛車なりと取って、次の5七香車を見せれば後手玉はまだ安泰ですし、先手玉は非常に危ない格好となって、これもやはり後手が優勢な展開と言えると思います。若干リードを奪われていそうな藤井二冠としては、5四銀に対してどうやって頑張るかというのがこの課題になってきそうです。今言った同銀同歩4四歩という筋で頑張っていくのか、それとも5四銀に対してはもう一つ手順がありまして、それが4二歩ですね。仮に同飛車と取ると5四銀と取りまして、同歩に5一銀と引っ掛けていきまして、これは先手がやれる流れとなります。まあ、飛車かわせば銀なり同飛車4四角ですね。飛車と香車の両取りが決まって、これは先手がはっきりやれそうな流れとなるんですが、ここで同玉と取るのが好手で、ちょっと先手が難しい戦いとなります。さっきと同じように、5四銀同歩に4四角と攻めていった場合は5二玉と、寄るのが好手で、これで4一の飛車の利きがスーッと4筋に効いてくるというのが先手にとって大きな泣きどころとなります。以下1一角成で先に香車は取れるんですが、まあ、3三桂馬があまりにも味のいい一着ですね。これで、1一の馬取りとなっております。まあ、先手は2一銀と指すぐらいしかないんですが、まあ、そこで無視して5八銀とやられまして、まあ、金を取っても1一の馬が取られてしまうので、これは非常にきついですね。例えば4八飛車なら、まあ、そこで5七銀と絡まれまして、まあ、相変わらずこの3二の金を取ると1一飛車と、金を拾われまして、馬を拾われまして、これはちょっと後手玉非常に広く、さらに先手玉飛車取られて飛車打たれてあっという間に寄せられてしまいそうということで、これはちょっと先手としては指せない手順ですね。まあ、ということで、いずれの変化になってもちょっと藤井二冠が苦しそうではあるんですが、果たしてどういった粘りを用意しているでしょうか。まあ、ちなみに、同玉で5四銀同歩4四角は5二玉でダメだったので、じゃあ他の攻めはどうかと、まあ、3四銀とね、あえてこの銀には触らずにこちらを取って頑張っていくというのが、まあ、先手のかなり有力な手段 で仮に5二玉とこの飛車の道を通した場合は一発4三歩と打っていく手があります。で仮に、3三歩のように打ってくれたら、まあ、2三銀ならずと捨てまして、同金なら3二角とこういった手が狙いになってきます。まあ、3二角まで行けば先手がやれそうなんですが、まあ、2三銀ならずには3一金と引く手もありまして、これはやはり後手が有望な戦いでしょうか。まあ、先手は次4三銀と引かれたりして、拠点の歩を払われたりすると手も足も出なくなってきますので、まあ、早い攻めが必要になってくるんですが、まあ、ちょっと2三の金が立ち往生してしまってなかなかうまくいきそうにないというところですね。まあ、この展開も
まあいろいろ食らいつく順はありそうなんですが、やはり、ちょっと後手の豊島竜王が余していそうかなという展開になります。まあ、ということでここから5四銀と出られた場合、4二歩の筋も、5四同銀同歩4四歩の筋も、まあ、ちょっと利用に分がありそうかなということで、藤井二冠としてもかなり悩ましいところになるのかなという状況ですね。また7九玉に対しては3三桂と銀を殺す手もパッと見えるんですが、この手に対しては2四歩と突くのが絶妙な一着で、これはむしろ先手が有望になるようですね。例えば、同歩ならそこで4四歩と打ちまして、仮にここで4五桂と飛んでくれば4三歩なり同飛車に、5一角と、これが2筋を突き捨てた効果で金をかわせば2四角成と手厚く馬を作って、先手が有望な変化という形になっていきます。まあ、ということでちょっとこの、3三桂本当はすごく跳ねたいところなんですが、ちょっと2四歩という面白い反撃があるので、竜王としても自重するでしょうか。まあ、2四歩にほっといて4五桂と跳ねるのは、まあ、2三歩なり同金に4五桂と跳ねられまして、で、4四銀なら、まあ、5五桂馬とかなりうるさく食らいつかれてしまうので、まあ、これはおそらく選択しないでしょうか。まあちょっとこういうガチャガチャした展開になると、王様の薄い後手の方がちょっとね、食らいつかれてしまいそうな感じがあります。まあということで、ちょっとこの2四歩が鋭い返し技になって、3三桂の変化は後手があまり芳しくないという状況ですね。まあ、そうなると先手の王様の安定感、そして9筋の突き越した端歩が生きてきそうな展開となります。ということで、まあ、3三桂はおそらく竜王は選択しないと。またもう一つ有力な手段がありまして、それが9四歩ですね。まあ、これ AI の検討で出てきたんですけど、まあ、ちょっとこの忙しそうな局面で9四歩っていうのは2回から目薬と、そういう感じがするんですが、これも非常に有力な一着で、仮に同歩なら、まあ、そのいつでも同香同香と走れる権利ができるので、5四銀のような展開になった時に、さらに後手が得をしているという判断のようですね。まあ、9四歩同歩一発利かしてから、5四銀の方が厳密にはいいのかもしれないということで、まあ、竜王としては、まあ、5四銀と出る手、そして、9四歩とじっとついておく手、もしかしたら3三桂と跳ねる手、こういった手を読んでるかもしれません。あとまあ4七歩成といきなり慣れ捨てる手もなくはないんですよね。同飛車なら4六銀と打って、で飛車かわして3七銀成と、まあ、B 面攻撃で桂馬を取って攻めていこうという手なんですが、4七歩成は同金と取られて先手が良くなります。5八銀なら4八飛車4七銀成同飛車と取りまして、この時歩切れなのが痛いですね。4六金4九飛車3七金のように桂馬を取ったとしても4四歩と攻め合われまして、5二銀なら、まあ、3四銀という要領で、これはちょっと歩切れの後手が次4三銀打ちで潰されてしまいそうで、辛い展開となってしまいます。まあ、ということで、まとめますと、やはりこの封じ手の局面から有力なのは5四銀と出る手になるでしょうか。まあ、これで、同銀なら同歩で、6三銀はちょっと無理筋、4四歩も6六歩が好手で、同歩に5八銀と打てば後手が有望な形勢、そして、まあ、5四銀に対して4二歩と打つのも同飛車と取ってくれれば5四銀から5一銀とかがあって先手が有望なんですが、同玉と取られまして、ちょっとこれも5四銀同歩4四角には5二玉から3三桂が返し技で後手が有望。まあ、そして3四銀と出る手もやはり5二玉と寄られまして、飛車の利きがスーッと素通しになってまして、4三歩と垂らしても3三歩と打たれて、で2三銀ならずなら同金は3二角があるんですが、3一金と冷静に引かれて、これも後手が有望な流れという感じになりそうです。まあ、ということで、どう転んでもちょっと豊島竜王が有利になりそうという変化の中で、藤井二冠は果たしてどういった展開を選択するでしょうか。それが非常に注目の2日目となりそうです。まあ、ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。まあ、おそらく藤井手は
まあ、7割ぐらいの確率で5四銀上がるかなと私は予想しているんですが、ぜひ皆様の藤井予想も教えてください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。